皆様こんにちは。2020ミス酒長野横田まりかと申します。本日はコンビニ商品とともに長野の地酒をたしなんでみたということで、2020ミス酒長野おすすめの日本酒の楽しみ方をお伝えさせていただきます。日本酒初めての方、まだあまり楽しみ方がわからないという方にも最後まで見ていただけるように、極力専門用語を省いてご説明させていただきますので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。はい、じゃーん。ということで、購入させていただいた長野の地酒、本日は3種類と、あと私が選んだおつまみですね、ご用意させていただきました。はい、でもこちらの長野の地酒とお食事をいただく前に、皆さんに一つだけお願いがあります。私は、このミス酒になることを4年間目指しているんですけれども、やはり4年という長い時間があると、本当に多くの方と出会って、多くの方に私の夢をお伝えする機会がありました。そんな時に私、ミス酒になりたいっていうことをお伝えすると、いや結構日本酒飲めるわとか、逆にですね、私はそんなに日本酒飲めないんだよねとか、大体日本酒に抵抗のある方って、まずはじめに、量が飲めないっていうことをおっしゃることに気づきました。この気づきは4年間という長い期間、日本酒を国内外に発信させていただきたいと思っているから こそ気づくことができたことだと思います。そんな日本酒愛の強い私なんですけれども、実は日本酒をいただくときには、私も量はそんなにいただかないんです。なぜかと言いますと、日本酒の特徴として、食中酒、お食事の最中も楽しむことができるっていうのが日本酒の大きな魅力です。私は食べることが大好きなので、やっぱりお酒だけっていうよりも、お食事とお酒を合わせていただくことが大好きです。だいたいそうですね、お食事中にいただくときには、おちょこ3杯とかですかね。私、たしなむという言葉について調べてみました。たしなむとは、程よく親しむということだそうです。はい、ですので、その言葉の通り、日本酒だからといって構えることもないですし、たくさんの量を無理して飲む必要も全くございません。私はいつも日本酒とお食事を合わせるときには、まず最初に日本酒だけでいただきます。こちらユニバーサルデザインになってますね。私の地元、長野県諏訪市のお酒です。綺麗なゴールドです。ここにいても香りが、華やかな香りが香ってきます。こちらはさらに透明ですね。同じ長野県内で作られたお酒でもこれだけ色が違うので、本当に日本酒は個性豊かで面白い飲み物ですね。色を見て、そして香りを、善光寺平の地酒と書いてあります。こちらの善光寺というのは大きなお寺で、長野県の観光名所の一つです。こちらではお階段巡りということができるんですけれども、暗い通路の中を歩いていって、本当にもう前の人ですらもう見えなくて真っ暗なんですね。そこに壁
長野県に来ていただいた際にはぜひ善光寺にお参りをしていただいて階段巡り試しされてみたらいかがでしょうか。香りあるんですけれども、まあ、2種に近い感じなので癖がなくて飲みやすいかと思います。こちらは7号酵母が発見された私の地元長野県諏訪市の日本酒です。落ち着いていながらも華やかな香りを感じます。長野県の北安住郡池田町というところで、この安住野というところはお水がきれいなことで有名です。わさびの農場もあるんですけども、わさびっていうものはお水がきれいでないと育たないようなんですね。ですのでそんなところで作られたお酒なのできっと美味しいこと間違いなしだと思います。さあ、それでは早速お食事いただきたいと思います。いかがでしたか。私たちミス酒は日本酒を通し日本文化を国内外に発信するアンバサダーとして年間数多くの活動を行っております。他のファイナリストや歴代ミス酒の皆様も様々な動画を配信しておりますので、そちらもぜひご覧ください。